なんだ。 やめてください。無理です。お願いします。写真を1枚撮らせてもらうだけでいいんで。そのコスプレすごく燃えるっていうか、ここまで巫女服を着こなしてる連夜見たことないし。これはコスプレじゃなくて、できれば可愛らしいポーズ撮ってもらえると めちゃ嬉しいんだけど。あ、じゃああれだよ、あれ。ニコニコオーバードライブのめぐみたん。きた、それ最高。めぐみたん知ってるよね。やってくれないかな。知りません、すみません。なんでそんな嫌がるわけ。コスプレして秋葉に来たのって写真撮られるためなわけでしょ。 そこのカメラ小僧ども。え？なんだよ君。
この俺を知らないだと。俺の名は法院強な。神が地上に具現せし、灰色の脳細胞の持ち主にして世界に混沌をもたらす狂気のマッドサイエンティストだ。な、何こいつ。マジキチ。それぐらいでやめておけ。その巫女が嫌がっているだろう。なんという中二病ですか。かっこよく女の子を助けてセックルに持ち込もうとしてんじゃね。下心見え見え。これだからドキュンは。ドキュンはお前たちだ。か弱い女子に男二人でまとわりつき、あまつさえ変態写真を撮りたいと懇願すると、オタクのプライドすら捨てたか。聖なる巫女を怯えさせるカメラ小僧、カメラ小僧などではない。それは単なる変質者だ。お前たちに聖地秋葉を歩く資格はないと知れ。なんだと。可愛い三次元女子をローアングルから狙うのはみんなやってるだろう。素人のくせにお高く止まるなって言いたいね。秋葉にコスプレしてきてる時点で無差別に取られても文句言えないでしょ。マジで。違うんです。僕は男です。だから僕なんか取っても意味ないんですよ。え、マジで。そんなの嘘だ。こんな可愛い子が男のはずが。男です。喉仏もありません。じゃあ下もついているんですか。なんだよ紛らわしいな。っていうか男なのに巫女服着てるとかマジ吉だろ。取らなくてよかった。騙された気分だよ。No, yeah.俺に謝った。だって僕こんな顔なのに男だし。そんなことはどうでもいい。あ、お前が男だろうが女だろうが関係ない。だがその悲願だ根性気に入らないな。ついてこい。お前にいいものをやる。
そのアイテムさえあればお前は勇気を得るだろう。お前の中に眠る真の力の存在にも気づくはずだ。どうした？力が欲しくないのか？いえ、力ですか？そうだ。俺はお前に力を与えることができる。さあ、求めろ、欲しろ、力を。カメラ小僧にも負けない。お前だけの力を求めるのだ。まさかその後武器屋本舗に行ってサミダレを買ってもらえるとは思ってもみませんでした。なあ、いや、とてもびっくりしましたけど、でも岡部さんがあの時言ってくれた「そんなことはどうでもいい」っていう言葉はすごく嬉しかったんです。変ですよね、そんな言葉に感動しちゃうなんて。言葉があったから、だから好きになったんです。え？すごく楽しかったです。そうか。それでは、あの、なんだ？また明日。
日も岡部さんと一緒にいたいです。どうも。ダメですか？ダメなんてことはない。うん、本当によかった。それじゃあまた明日。リア充は死ね。まさか中二病のオカリンに彼女ができるとか、飯まずってレベルじゃねえぞ。ルカちゃんとのデートはどうだった？まあなんとかステージクリアしたかも。ねえねえ、あさってのコミマ、ルカちゃんとオカリンでコスプレカップルとして出てみようって思ったりしないかな。オカリンからもね、彼氏としてルカちゃんを説得してほしいな。マユシーがどれだけお願いしてもね、ちっともオーケーしてくれないんだよ、コスプレ。でもラブラブなオカリンからお願いされたらね、きっとコロってオーケーすると思うんだ。断る。なんで？正直なところ、デートの面白さがさっぱり理解できない。ゲーオカリンてめえ、それは世の中の童貞諸君を敵に回す発言だぞ。謝れ、童貞に謝れ。だって考えてみろ、相手にひたすら気を使い、気まずい中で二人で歩き回って食事をして帰る。どうだ、面白い要素があるか？そんなこと言うとね、ルカちゃんが悲しむよ。好きな人と一緒にいるだけでね、女の子は幸せなんだよ、満足なんだよ。男の子はそうじゃないのかな。だとしたら、マユシーは寂しいです。オカリンがマイノリティなんだよ。つうか、デートって言えばエロイベントたくさんあんだろう。お前は実にバカだな。何言ってんだよ。手をつなぐとかマジエロくね？腕を組んでおっぱいを肘に当ててんのよ状態とかエロすぎっしょ。そしてデートの終わりにはキスして締めだろ。チキショー、リア充のバカ。エロゲーのやりすぎだ。ねえねえ、ルカちゃんはいつからオカリンのことを好きだったのかな。いつからって、それはとてもびっくりしましたけど、でも岡部さんがあの時言ってくれた、そんなことはどうでもいいっていう言葉はすごく嬉しかったんです。
その言葉があったから、だから好きになったんです。そうだ、そうだよ、変だ。おはようございます。なあ、うん、今日はそのどこへ。それよりルカ子、はい、お前には男だった頃の記憶が残っていないか。本当に？ごめんなさい、今日のデート中止にしましょう。
コミマにようこそ、ルカちゃん。初めて来たけど、すごいね。ゆっくりしていってね。ダルは？あのね、ダル君はグッズを手に入れるために並んでる最中だから抜け出せないんだって。ひとしきり戦利品をゲットしたら合流するかもって言ってたよ。マユシーが会場を案内してあげるよって言ってもね、人が多いから邪魔にならないようにしなくちゃ。まずはコスプレ会場に行って、それから中に入ろうかな。二人とも何が見たい？ルカ子、見たいものはあるか？いえ。よくわからないので、岡部さんの見たいものを見に行きたいです。俺は別にそれほど興味があるわけじゃない。ねえねえ、ルカちゃん、コスプレ会場に行ったらね、絶対にコスプレに対する考え方が変わるよ。恥ずかしいとかそういうのはちっともなくてね、みんなとっても楽しそうなんだから。マユシーのコスを着てくれてるレイヤーさん、カエデちゃんとフブキちゃんって言うんだけど、二人のことも紹介するね。でね、できれば明日も来てほしいな。そしたらね、オカリンとルカちゃんの分のコスも用意しておくから。オカリンにはね、ゴードジアースのゼロサム様コスが似合うと思うんだ。オカリンが一緒ならね、ルカちゃんも安心してコスプレできるでしょ。どうかな、いいアイデアだってマユシー的には思うんだ。却下だな。
な。ルカ子、thank you.
人に。なってくれて。すごく。した。僕、岡部さんを好きになれて。